なあ、もうそろそろ機嫌直してやん。ほら、一緒に寝よ。湯冷めするから、早くこっち来て、布団入りや。え、こうへんのなんなん、一緒に寝たくないって。そんなに怒ることちゃうやろ俺だって忙しいんやで。LINE 返せない時ぐらいあるって。お前のことが嫌いになったとか、そんなんちゃうって。 そりゃ付き合い始めた頃はすぐに返してたけどさまあそれに比べたら返信遅くなったとは思うけど別にだからといってさ気持ちが変わったわけとかちゃうで扱いが雑になったって何なんその言い方あそこんなに24時間お前のことだけ考えてお前に返信し続けるなんて無理やろお前が言ってるのってそういうことやで それに、そんなに毎日毎日好きだの愛してるだの、そんなこと言えへんわ。一緒に暮らしてるんやから、もうそれで十分ちゃういや、だから、ああ、わかった。わかったよ。LINE 返せないことで、お前を不安にさせてごめん。ちゃんと話そう。だけど、 お前がこのままここに突っ立ってると、風邪ひくんちゃうかって心配になるから。ほら、一緒にベッド入ろう。うん。じゃあ、はい。ああ、やっとベッドでお前を抱きしめられるわ。意地張りやがって手間かかるわ。LINE でのやりとりが減って、出合い始めた頃と気持ちが変わったんちゃうかって。 不安に思ってるみたいやけど、それは違うよ。俺の気持ちは何も変わってないよ。お前のことが大好きで、こうして抱きしめてると安心すんねん。LINE にすぐ返信しなくなったのは安心してるからかな。もうお前とは別の深いところで繋がってるって思うから。返信までの時間とか、 送る数で愛情をはられるって結構きついで。仕事もしてるし、昼休みはみんなとご飯食べるからね。スマホばっかり見てられへんねん。それでも少しでも時間見つけて返信してるつもりやで。最初の頃は俺も上ついてて、ずっとお前を独占したくて、LINE 送りまくってたし、もらったら即返事してたよな。 だからお前が不安になる気持ちもわかるけど、でもそういうことやから。だから、俺はお前のこと、付き合い始めた頃よりずっと好きって言ってんのやで。だから自信持ちや。な。なあ、お前わかってる 俺がお前のこと、どれだけ好きなのかってこと、俺がどれだけお前を独占したいと思ってるか、分かってるでもお前にはお前の世界があって、友達も趣味も仕事も大事にしてほしい、とも思ってるで。俺は俺も同じやね。だから心配せんといてな。もちろん音信不通で心配かけないように返信はするけどさ、 今までより LINE のやりとりの回数が減っても、俺の気持ちは変わらへんよ。それにしてもさ、なんか、女子高生みたいな心配するんやね。いや、すねんなって。いつも大人びてんのに可愛いなって思っただけやん。不安になって、怒ってるの、ちょっと可愛かったんやね。可愛い可愛いって頭撫でて、 抱きしめたくなったで。馬鹿にしてないって、そういうところも好きやで。だからさ、仲直りしよ。うん。だからさ、しよ。